皆さんこんにちは、お城インスタグラマーの香里です。今日は福井県福井市にある福井城に来ております。福井ですね。こちら私がアンバサダーを務めておりますストリートミュージアムが体験できるお城なんです。というわけで今日はこのストリートミュージアムを使いながら福井城を巡っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。山里口御門を出てきたわけなんですけど、ここの河原のね、もうここのこのもういいですよね。からのこの様ね、様を覗き込むっていう、あーいいですね。そしてここが廊下橋っていう、お廊下橋っていうところなんですけど、この福井城の隣にある御座の間っていうところがあるんですけど、そこに藩主がね住んでいまして、出勤するときはこの廊下橋を通って福井城に行っていたというわけなんですよ。やっぱり殿様って高貴な身分なので、下々のものがそんな簡単にお目にかかっちゃいけないっていうので、この殿様のね出勤ルートをこういう壁で覆った橋を架けることで、まあ、下々の目に触れないようにするっていう、まあ、そういう配慮がなされてたんですね。綺麗、ここの福井城、ここに、あそこ、ちょっと見てください。ここにまた看板があるんですよ、看板が。山里口御門、お廊下橋と書かれた看板ちゃんがあります。この看板ちゃんがあるところが VR スポットなんですよ。ここで書いてありますように、ストリートミュージアムのアプリを立ち上げましょう。VR と書かれたこのポイントがね、虹色に光ってますので、ここをタップするとじゃーん、 VR が切り替わるんですね。この山里口御門で見える VR は今の風景にの中にお城が建ってたらどういう風に見えるかっていうのが分かる VR になってて、ちょうどこの福井城の天守の最上階と県庁さんの最上階がこう同じ高さなんだっていうのがこれで見られるわけなんですね。ストリートミュージアムなんですけど、そう、忘れちゃいけないもう一個ポイントがあるんですよね。ここに古地図と書かれたボタンがあって、この古地図を押すと現代地図と古地図が切り替わるんですよ。ちゃ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 っと、これ見ると今私たちがいるこの廊下橋の前、ここに御座所と書かれてるんですけど、この御座所というところがですね、この御座の間っていう、これ御座所のことを言ってるんですけど、この御座の間っていう福井城旧景っていうのが見られるようになっていて、ここを見るとね、松平春嶽公もここに居住していたっていう建物が絵で見ることができるんですよ。古地図でも見れるし、昔の絵でも楽しめるっていうね。見てくださいよ、この水堀の多さ、水堀の凄さ、これ水の都福井と言ってもね過言ではないと思うんです。こんなに水堀が張り巡らされてるんです。でこれをあっちの方に歩いていくと陽光館なので、ちょっとこのね古地図を見ながら歩いていこうじゃありませんか。さて、舎人門というところにやってきました。後ろにねあるこの門が舎人門なんですけど、今私がいるのは福井城の外堀にある、場所なんですよ。外堀に建てられた門がこの舎人門という門なんですけど、ここに入っていきたいと思います。いいですね、よいしょ、舎人門、礎石が展示されてる、尺谷石製の礎石ですって。礎石も尺谷石なんですね、さすが。で、皆さんご存知と思いますけど、私はやっぱ方眼びいきなんで、とりあえず関ヶ原ぐらいの時は徳川が嫌いで、幕末になると徳川というか幕府軍側が好きになってくるわけなんですけど、こちらはね何を見てほしいかっていうと、上にあります舎人門の屋根のところにね、徳川の家紋、葵の御紋が描かれているわけなんですよ。やっぱり私がこういうところに来て一番最初に探すのは瓦とか
ああいう懸魚とかに描かれている家紋を見るみたいな。なんかやっぱ家紋って重みがあるというか、各お城に門ってあると思うんですけど、その門の形とその家紋っていうのがセットになってると、より一層なんていうのかな、もうその土地ならではのっていう感じがしてくるんですよね。というわけで陽光館にやってきました。早速入っていきましょう。さてと入ってきました陽光館でございます。なんかもうすでにこのさ、石が良くない？この石がこのなんか古い感じがしてすごいいいですよね。これ古い 石垣なのかな、どうなんだろう。結構その庭園って本当に作った年代の石が使われてる、まだ今も使われてる場合がすごいあって、特にここは江戸時代初期から中期にかけて作られてる庭園なんで、もしかしたらこの石垣ちゃんたちが江戸初期の石の可能性もなきにしもあらずっていうね感じですよ。お、そして見えてきました。なんかこういう庭園って基本的には殿様のために作られてるじゃないですか。だから自分も殿様気分になった感じでこう庭園に来た時は巡りたいなと思ってるんですよ。いい感じです、とってもいい感じです。細い道になって、なんかすごいぞ、なんか石の橋がかかってる、石の橋がある。なにこれ、かわいい、かわいいんですけど、ここすごい。これもしかして天然石ってやつかな。すごい大きい、めちゃくちゃ大きいですよこの石。わあ、かわいい。あ、天気が良い、いい感じです。やっぱ私はね、江戸時代ショットを撮ることに全力を尽くしてるわけなんですけど、結構ね、庭園も江戸時代ショットを撮れるポイントの一つでもあるんですよね。ちょっとこっち側は高い建物があるんで、なかなかにね江戸時代ショット難しいですけど、こっちから後ろだとね、結構江戸時代ショットが撮れるんだなっていうのが分かりました。なんかいいの撮れました。あ、ここいい。なんかもうぼーっとしたい気持ちになってきましたね。ここでずっとぼーっとしてたいですね。茶団子とか食べたい。おー、ほい、楽しい。あー、綺麗、めっちゃ綺麗です。今回の動画はいかがでしたでしょうか。いいねって思ってくれたそこのあなた、いいね、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで次の動画もお楽しみに。またねー。